はい、人、物、金をテキサスへのループです。え、今日は、私の東京の、自宅がある光が丘のですね、このベランダからお届けしています。帝国データバンクの調査によると、アメリカに進出している日本企業は2020年11月時点で6702社ありました。4年前の2016年の調査では6814社だったので、まあ、100社余り、まあ、約2割ですね、減っていることになります。業種別に見ると、まあ、製造業が多いんですけども、まあ、自動車産業とか電気産業が多いですよね。まあ、あとアメリカは製薬市場が巨大なので、医療品製剤製造の会社も多いです。まあ、あとはですね、まあ、不動産とか金融保険、まあ、4年前と比べると2割以上伸びてます。あとは和食人気が追い風となってですね、まあ、ラーメンチェーンはじめとして、まあ、いろんな飲食店が進出してます。州別に見るとカリフォルニア州が圧倒的に多くて1719社、続いてニューヨークが657社、その後シカゴのあるイリノイとかハワイ、ミシガン、ミシガンはですね、あのビッグスリーと言われるフォード、クライスラー、GM の本社があるんですけども、で、まあ、テキサスと順番になってます。まあ、仮にバイデン氏が大統領になったとするとですね、まあ、あのアメリカファーストによる通商摩擦は緩和されるかもしれないんですけども、まあ、脱炭素ってことでですね、結構日本の企業はシェールガスとかに投資しているので、まあ、そちらの分野とか、まあ、いつも言ってる自動車産業ですね、あの電動化技術の開発をしなくちゃいけないとか、まあ、いろんな意味で、まあ、備えなければいけなくなってくると思われます。